ペ置いたから気をつけて。うん。あ、なんだこれ。はい、まだつおはよう。見えてる？見えてる？どっか出して。はい。あと布巾、エレブキン。ラムールさん、ワドツー、すき焼きおいしそう。はい、ワドツー。レイブルフィン。はい、ワードツー。おー、バレーニュいらっしゃい。どう最近？バレーニュアットロビン軍団さん、すき焼きにはやっぱ卵よね。卵だね。どう最近調子いい？元気？知らんけどさんよ、ワド。知らんけどいらっしゃい。アイテムありがとう。ありがとうね、のんさん、うん、いただきます。はい、エルビンさん、ワド監督こんばんは。ビビそうなの食べてますね。うん、鍋いらなかったよね。このフライパン1個でよかったよね。そうだね、超無駄な出費だね。バレーニョアットロビン軍団さん、最近はまあまあだね。新しい仕事も見つかったからこれから忙しくなりそうだよ。ああ、よかったじゃん、バレーニョ。よかったよかった。辻さん、ワドツ。はい、ワドツ。羊ちゃん、羊さんいらっしゃい。いただきます。プロに技術を教わってきたよ、のんちゃん。新しい技術。ね、やっぱすごいなと思った。先生なだけある。
そのプロの作品も見せてもらった。うん、で、あのアルファセブンで撮ったやつだった。うん、最新だ。エルビンさん、ご飯の量多いですね。うん。これ大体これくらい食うかな。施工の時なんかこれにラーメンとかね、焼きそばとか食ってたよね。美味しいね。うん。狭くない？大丈夫。いつかもう少し広い部屋に住みたいな。うん、狭すぎる。ベッドの上が食卓ってやばいよね。どんだけだよっていう。白菜よ、この辺。なんかね、やっぱね、素人の考えと全然違う。そうか。うん。なんか、俺が考えてたのに、多分ね、15年ぐらい前の価値観で物事考えてた。いや、技術が進化しすぎてて、うん、多分ね、普通のそのカメラ好きとかさ、ここまでやらないっていう。要はこれはこうやってやるんだっていうのが、テクノロジーが進化してるから、なんつうの、全然違う考え方が。すげえ勉強になった。今日行ってよかったわ。うん、勉強になった。なんか写真展とかも出してみようかな、コンクール。ああ、いいね。うん。ソニーだからソニーの写真展とかあるかも。あるんだって、メーカーの。ね。うん。で、それ入賞とかすると、全国でその個展開いてくれるんだって、メーカーが。わあ。ソニーのアルファ7は買ってよかったね、本当。もう大当たり。で、なんでソニーのアルファ7がいいのかとか、ビデオカメラじゃなくてっていうのも全部聞いてきた。なんかさ、今話題になってる映画があるんだけど、うん、300万で撮って、うん、ホラー映画「カメラを止めるな」の話になって、うん、その300万叩かれてるから、うん、そしたら「あ、知り合いですよ」って、うん、すごいよね。だから作品を早く残してさ、うん、なんかこう、なんて言えばいいんだろうな、作品をとにかく残したい。うん、
作っちゃえばさ、グダグダうるせえアンチとかも黙ると思うんだよな。このまま終わりたくない。ルナさん、トイレの前でご飯？普通映画監督ってどこに就職してなるもんなのかな。ルナさん、おいしい？就職するのかな。やっぱいきなりなんかどっかに出店してさ、バレーニョアットロビン軍団さん、アンチとバトってる動画見たけど関係ないとこに捨てて叩ければ何でも良いんだって思うと腹立ったよね。あー、いやまあそんなもんでしょ。結局映画を邪魔したいだけなんで、俺のことが嫌いなだけなの。嫉妬だよ。しまいにはね、最後の最後、俺と映画勝負しようって爆笑だよ。なんで俺が会ったこともないやつ映画勝負しないといけないんだろう。大体当たるの映画見たことあるクソだったし。全然面白くねえ。あれでよく堂々と監督名乗れるなと思うもん。お食事中すみません。お疲れ様です。失礼します。どうする？あんなクソみたいな作品でよく監督名乗れるな。俺だったら恥ずかしくてできねえよ。ママさん、こんばんは。のんちゃんさん、帰ってきたんですね。帰ってきたよ。肉食べな。やあ、タンさん、こんばんは。こんばんは。やあ、タンさん、何食べてるのですか？うまい。最近胃袋小さくなったら米が入らないね。お腹いっぱい。ルナさん、すき焼きです。うまい。
でした。うん、これさ、小鉢入れとかに、どれ、ほら、うん、うわ、明日うどん入れて食べよう。あ、いいね。うん、うどんいいや。飽きる。小鉢で入れてた。あ、七さん、美味しそうに食べるね。うん、うどん最高。バレーニョアットロビン軍団さん、すき焼き残ったら次の日卵とじにして丼で食べるとまたうまいんだよね。いや、もうあれだから、2日連続これだから飽きちゃったよ。汗が止まんねえな、おい。うん、さて、ごちそうさま、のんちゃん。ごちそうさま。あー、うまかった。さて、映画の話すっか。これでいいか。え？これで。いやいや、白いやつがあるでしょ。よいしょ。はい、こんばんは、皆さん。さあ、今日も映画頑張るぞ。頑張ります。暑い、汗、今日暑くない、なんかのんちゃんね、冷房強くしてよ。見える？大丈夫？ここ、大丈夫？みんな、ん？止まった？見えてない？見えてる？見えてる？ネット復活してないね。ネット復活してないですね。ダメ。
どうしようかな。昨日のローデータを、昨日のローデータ、昨日のローデータを抜いて、あれおさん、お疲れっす。データの整理するわ。ファイルの問題なく見れてるんでしょ。バッファロー潜在写真、写真ってやっとくか。写真、マジで金がいくらあっても足りないぐらい大変だこれ。とんでもねえよマジで。見えてる。全体写真全部あれか。なんだこれ DS ストア。うわ、なんだなんだ、バグったぞ。全体写真。見えてる。あれ、生放送のアーカイブなんだ、ここにあんだ。え、なにこれ、なにこれ、切り取り、生放送のアーカイブ、ここじゃねえよ。貼り付け、こいつを切り取り、写真に貼り付けで、やってみるか、一回ローデータいじってみっか。で、こいつを削除と。写真撮りに行きてー、写真撮りに行きてーよみんな。はい、わざつ久しぶりじゃん、金本さん。写真撮りてーなー。あれ、ローデータあるか。これをコピーすればいいのか。これを、名前の変更、切り取り、
うん、ありがとうありがとう、ジョージャクちゃんありがとう、花火ありがとう、ワード2ありがとうございます、サンキュー、ナイス花火、あーこのグリーンバックローデータでもらってねえんだ、バカだな、今考えるとアホだな、うん、もったいねえな、はいみんなワード初見さん、ここあれです。コミュニティ限定放送っす。フォローしてない人ブロックなんで、もしよかったらフォローしてください。どのデータいじろうかな。取り出し、こいつを取って、お風呂行ってらっしゃい、トムさんいらっしゃい、こんばんは。で。ハードディスクを取り出すと、ハードディスクの取り出し、うんー、どれだ、あれハードディスク取り出すときってどうやってやるんだ、ハードディスクを安全に取り出すってどうやってやるんだ、うんー、わかんねえな、どうすればいいんだろう、 Windows 使いづらいな、これか、これか、 OK、 でこいつを抜いて、こいつを刺すと、で今度はフォトショップ、フォトショップ起動しよう、どうやってやんだ、めちゃくちゃ重てえな、写真データ。うん、どうなってんだ。重てえな、おい。全然起動しねえや。
まあ、いったな。全然起動しねえな。え、何これ？データが何も出てこない。え、どういうこと？どういうこと？ちょっと待って、意味が分かんねえな。なんかあれなんだよね、Windows のデータをあの Mac にするのもすげえ大変なんだよね、なんか。これもしかしてデータ読み込めない？互換性ねえのか？確か、あ、来た来た、よかった。どうしようかな。0436、これか、これか。ん、あー重い。0436、重たいね。え、なになに、なんで止まるの。あ、勝手にやめて。ダメだ。くる、あー落ちるか。このファイルをカメラインソースされてる。カメラローでサポートされてない。カメラロー、え、何これ。カメラロー、え、どういうこと、どういうこと。え、フォトショップ開けない。あ、ネットが繋がってねえんだよ。くっそ。あー、イライラする。ネットが繋がって、え、どうすればいいんだ。え、どうすればいいんだ。え、どういうこと。写真カメラローって何。ローデータだけど、え、どういうこと。互換性ないの。カメラロー、え、なになになに、え、どうすればいいんだろう。え、形式がカメラローじゃない。え、どういうこと。直接ファイルを、え、どうしたらいいですか。 ARW が使えないな。なんだこれ。ラウロロー、どうしたらいいんだ。
なってますよ。僕しかです。要求された操作は完了できません。このファイルを作成したカメラモデルはインストールされているバージョンのカメラローでサポートされてない。はい、ワダツー、アンコールいらっしゃい。ああ、え、どうすればいいんだろう。え、それ新規で開いておいてってこと？え、どういうこと？どういうこと？え、どういうことだ？そうするとサイズが決まっちゃいません？ええ、ちょっとわかんねえな。フォトショップの開くだと開けないな。写真どう、これか、こいつをこう配置できないって書いてあるな。データ、あ、ネットがつながってね、すげえイライラする。新規プリセット、カラープロファイル、ピクセル、え、なんだろうこれ、ちょっとできないですね。フォトショップドラッグ&ドロップで、なんだこれ。あー、向こうでやればよかったな。あー、どうしよう、心が折れそうだ。ですね、バージョンが、ちょっと待ってください、 CS5.1 ですね、CS5.1 ですね。あ、参ったなこれ。マジかよ。アンコロ、俺は次のステージに行くよ。フォトショッパー和道は、キャメラマン和道は次のステージに行くから。どうしよう、まあ、つまずいてるんだけどね。マジっすか。ゲ、どうしよう。どうすっかな。すげえへこむな。マジか。どうしよう。なんかうまいことないかな。めんどくせえ。フォトショップ使いになってる。そう、ローデータをいじるっていうところに行ったんだけど、俺のフォトショのバージョンが低くてダメっぽいね。どうすりゃいいんだろう。あ、ですよね。うわー、マジか、超悔しいな。いや、マジか、マジか。どうしよう。すげえへこむ。アンコールはローデータいじってんの？あ、マジでへこむな。え、どうしよう。
ライトルームなんだ。あ、へこむな。どうすっか。ネットが繋がってねえから調べももうできねえや。まあいいや、もう。星取った時とかライトルーム。いや今日ね、プロキャメラマンにね、現役バリバリのプロにね、いろいろ教えてもらってきたの。で、俺は目から鱗だったよ。目から鱗。マジか。どうしよう。すげえ困った。どうすっかな。マジで困ったな。こむわ。いや、このフレアも頭にくるし。なんなんだよ、これ。今まで全部取って出したよ。今まで全部あのローデータいじってないよ。まいったな。どうしよう。どうすっか。今僕がね、ネットが繋がってないんですよ。だから URL 送られても踏めないんですよ。いや、ネットも止まってるんですよ、僕。ごめんなさい、ありがとうございます。いや、きつい。どうすっかな。せっかくローを教わったのにな。悔しいぜ。悔しいっす。いや、この広角、広角なんかね、最近ね、もう映像にこだわりが出すぎててね、おかしくなりそうだよ。やりたいことあんのにな。悔しいな。やりたいことができないの悔しいな。すげえ悔しい。あ、うちフォロワー限定放送です。カメラのメーカーによってローデータの消しが違うので、フォトショーで開かないだけ。え、変換したらなんとかなります？どうすればいいんだろう。ネットを復旧させたらなんとかなんのかな。うちフォロワー限定放送です。フォローしてない人はコメント書かないでください。いやー、本当だよ、お預け状態だよ。悔しか。めちゃめちゃ悔しい。あ、本当に変換をするの、それとも何をすればいいんだろう。マジで大丈夫。あ、じゃあネットつながったらできるのか。ありがとう。うちフォロワー限定なんすよ、申し訳ないっす。
もう嵐が多すぎるんで、フォロワー限定でやってます。注意、あのお付き合いしてくれる人はフォローしてください。それ以外の方はブロックです。フォローしたらいいけど、気に入らないやつも気に食わないやつもブロックすっから、俺のご機嫌取り気をつけて、あのマウンティングしてくるやつは速攻ブロックだから、フォローしてても、あと聞いてもいないのにアドバイスをしてくるやつもブロックね。はい、ありがとうベンチャー、こんばんは。はい、さよなら。ブロックするから待て。もう二度と来れないようにしてやるよ。待て待て。ブロック入れてやるから。偉そうだからてめえはブロックだ。はい、おめでとうございます。ブロックでーす。はい、さよなら。はい、ブロックです。ニーニーこんばんは。ニーニーいらっしゃい。あ、やることなくなっちゃったよ。どうしよう。暇になっちゃったよ。どうする？遊ぼうと思ってたんだ。やることは、イライラする。どうしようかな。まあしっぽり雑談でもしてるか。のんちゃん元気だよ。来週夜、あ、いいっすよ、全然全然。ていうか今から行きません、どっか。暇になっちゃったんですよ。今日あのプロのカメラマンさんのところに行って勉強してきたんですよ。でアルファさんが言ってた意味分かりました、やっと。ローデータっすよって、取っ手出しでってやっと意味が分かりました。今日あのフォトショップとか現場でいじってるのを見せてもらって、いや、そういう意味だったんだみたいな、なるほどねみたいな、ここまで変わるんですね、あのこんなに、こんな世界なんですね。いや、ですです、アルファさんが言ってた答え合わせが今日できました。やっと意味が分かりました。ワド君なんで JPEG 保存なのって言ってんのがようやく分かって、でこんなかみたいな、
いやー、目から鱗でした。で、今ローいじろうと思ったらファイル形式が合わなくてちょっとできなかったっすね。アラファさん、今日何やってんすか？今日暇じゃないんすか？寝るんすか？こっから。自由度っていうか、あ、や、なんて言うんだろう、え、これやばくない？みたいな。これはあのアルファさんが言ってた、その昔の、要は60代70代のカメラマンがごねてるっていう意味も分かったし、そのなんかフォトショップなんて邪道だよっていう、あの会話の意味がやっと分かりました。もうフォトショップ、ライトルームとか編集ありきっすね。なるほどね、みたいな。それは概念が変わるわ、みたいな。だ、自分がその数十年前の価値観で写真撮ってたのも分かりましたね。ローいじれたら、うん、全然、もともと JPEG で今まで加工してたのがバカみたいと思ったもん。すごいね。コントラスト上げようが何しようがさ、全くデータ壊れないんだもん。JPEG とかローっていう概念が分かったよね、ピングとかね。また上手くなっちゃうよ、写真。っていうかさ、今取っ手出しでさ、あんだけ撮ってるって逆にすごくない？俺自画自賛で申し訳ないんだけど、取っ手出しであれやってるってセンス相当いいでしょ。うん。いや、それの意味も分かりました。今日その話をしてて、なるほどなるほど、みたいな。要は素材のデータが、要はしっかり取れてれば、後からにでもどうにでもできるんだっていう。マジかよ、みたいな。やっと分かってきた。え、違う、自画自賛じゃないけど、取って出しであれだけすごい、俺天才でしょ。俺だから20年前のカメラの世界入ったら俺天下取れると思ったもん。俺天才じゃない？いや、よくあんなの撮ってたなって思ったもん。そう思わない？取って出しであれ撮ってるのすごくない？なんで俺ローデータいじってないで全く脳加工であれ撮ってたんだよ。うん。アルファどうなんですかね、どれくらい耐えられんのか。でもね、今日ね、俺のデータいじってもらったんでね。え、いや、今日暇だな、なんかやりてえな。いや、めちゃめちゃ楽しい。で、あの動画の撮り方もカメラ忘れて麻雀これで麻雀、俺ジャンキーになるとか言ったらまた叩かれるんですよ、カレオさん。俺麻雀極めて大会出るわとか言ったらまた炎上するんですよ。ジャンタク買いたいから金くれっつって、でやめたっつって怒られる。いや、面白えな、マジで。夜の街並みね、今日雲行きがあんまり良くないのと、あのね、いや、動画そろそろ行きたいっすね。動画行っちゃいます、そろそろ。え、っていうかアルファさんさ、来週とかじゃなくて来週いつ頃っすか？もう早く会いたいんですよ。もうね、俺ね、1週間に3回はアルファさんと写真撮らないとつまんないっす。なんかもうアルファ不足ですね、完全な。アルファさんとカメラ撮りに行くのが今の僕の、なんつうんだろう、超楽しみなんで。え、わかりません？これなんかすげえ今俺楽しい時間過ごしてて、アルファさんと一週間会ってないのかな、水戸からだから。もうそれだけでなんかちょっとモチベーション下がってるんですよ。いや、もう楽しくてしょうがない。写真あれ無加工だよ、撮って出しだよ、撮って出し、だパシャって撮った JPEG だよ。すごくない？パシャって撮った JPEG であんなにいい作品を作ってんだよ。天才でしょ。さすが世界の和道でしょ。いわばすっぴんですから。すっぴんで超美女。すっぴんの和道だから。いや、なんか撮り行きてえな、マジで。え、のんちゃん車今日。電車。マジかよ。なんかあそこ行きたいんだよね、三鷹の橋。あと武蔵小金井とか街中綺麗じゃん。
あの辺撮りてえな。三鷹の橋に行きてえな。車輪子だと何分ぐらいかかる？三鷹まで。相当遠い。相当遠い。三鷹行きてえ。でも動画ジンバル持ってねえかんな。三鷹遠いっすね。いつも車であの辺行ったりとか。いや遠いよな、歩いて1時間どころじゃなかったもんな。三鷹にいい橋があるんすよ。いやなんか撮りてえな。なんかいいのないかな。はいこんばんは。では辰彦とゆうゆうとあの子供を取ってあげるってこのさっき約束したんだよね。ちょっとお邪魔するわ。なんか記念写真、多分ね子供一番可愛い時だろうから撮ってあげよう。なんか昨日本屋でさ、そのカメラマンさんのさあの本のコーナー読んでたイルコさんが結構ねいろんな雑誌でテキスト書いてた。辰彦、いやわかんないっすね。あの辰彦はなんか現場の仕事を空いてやった時に連絡しますって言ったんでまだ決まってないっすね。暇だな。もうカメラ以外の楽しみが全然ねえな。なんか撮りてえな。あ、アシスタントじゃなくて俺より上手い写真撮っちゃうかんな。俺より上手い写真撮っちゃったらあれ。でもパシャって撮るだけっすよ。本格的な撮影って感じじゃないっすよ。辰彦はいいんじゃないですか。いや人撮りてえしな。あと照明行ったんすよ、ヨドバシカメラに。わかんない、なんとかルクスとか書いてあったりとか、なんか値段がさ12万とかがマックスだったかな、照明一発。安いのでもう本当にダメなやつで1万とかだったの。いやこれアマゾンだなと思って。アルファさん、ちょっとあの照明とフラッシュ何買えばいいか教えてくださいよ。もうね高い。もういちいち全部高い。なんかアマゾンだと5分の1ぐらいの値段で売ってるからわかんない。もう照明怖い。いやカメラは別に高くてもいいんだけど、いや光でこの値段はどうなのみたいな。そう、もういやもう金かかるレベルが、え、ぶっちゃけアンコールいくらぐらいかけた？トータル、トータル今までいくらぐらいかけた？イルコ仕様、でも写真で考えたら僕フラッシュだなと思った。フラッシュは一発買おうと思ってんすよ。でイルコさんのやってんのって後ろからフラッシュ焚いてるだけじゃないですか、ぶっちゃけ。だけど動画仕様だとフラッシュ全く意味なくなるからどうしようとか思ってて、いやもうほんと迷宮入りっすよ。ほんと迷宮入りっすね。イルコさんみたいな
後ろからタクフラッシュだったら一発でいいかなとか思ってるんですけど、いやーもう胃が痛いね。お金が足りない。これ金持ちしかできないわ。これ金持ちだけの道楽だよ。100万以上かけてんだやっぱ。いや金かかるよな本当に。100、200なんかザラだもんね。フラッシュ2発、いや結局だけどそれ写真用のやつじゃないですか。要は表に焚くフラッシュと裏って、だから表のやつは照明にしようと思ってんですよ。で今日アドバイスもらったら照明3点欲しいって言われましたね。3点必要だって言われました。プロは最低3点。誰だよ10万で映画撮れるって言ったやつよ。どうやったら10万で映画撮れんだよどんだけ汚ねえで映画って言い張ってんだよな。全然金かかるじゃねえかよ。ほんと誰だよ。 iPhone で映画撮ってるやついるからとか言って見てみたら総制作費1億だったわいや本当にね、10万で映画撮れるって言ったやつの作品を見てみたよ俺。そう、お前が10万で撮って iPhone で撮ったやつ見せろよって思わない。素人が口出してくんじゃねえよタコが。本当にねえ坂ペコ、もう寝な。ここ消すよ。おやすみ。何が10万だよ本当に。ただのそのお前 YouTuber だろ。いや尺の問題じゃない、機材が足りない尺の問題じゃない。でなんかコンパクトデジカムカメラを3万円で買って、はい映画撮るよみたいなノリそういうノリなの。こういうなんか安い5万ぐらいのカメラ買ったり、なんかウェアブルカメラってあるじゃん、ああいうので映画撮るって言ってる。もう半端じゃん。もう爆笑、カメラやってるやつからすると爆笑レベル、爆笑っていうかもう失笑レベルなの。それ映画じゃなくて動画だわみたいな。300でも足りねえよマジで。だからなんか演技をして動画を撮ってつなぎ合わせたら映画だって思ってんの。そうさ、今日プロの人の話聞いたわけじゃん。もうすごいのよ、そのハリウッドのなんでその CG を使うかとか、いろんなその動画を見ながらさ、こう教えてもらったんだけど、もうなんか途方もないしらみつぶしみたいなやり方すんのよ。だから人件費が莫大にかかんの。まあガチ撮り、いや今回はカメラ一発でいきますね。まああれだったらなんか、まあそれこそアルファさんか、あの撮影協力してくださいよ。サブカメ貸してくださいよなんかまあメインカメラが一発あればいいかなっていう、YouTube だよ。だから YouTube のその自主映画作りましたレベルにしかならない。要は素人が見た時にふーん綺麗だねとか、ふーんで終わり。だからもうちゃんとえってこれプロじゃねとかにはならないの。しっかりやらないと。でその人たちが使ってる照明一発30万だよ。ぜひぜひ協力してください。照明が一発30万とかそういうレベルの意味が分かんないでしょ。でそのなんで照明が必要なのかっていうそののもまた難しいんだけど、いろいろあるのよ、いろいろ。うん、お金だけど、お金がない中でやらないといけないわけじゃん。もう予算は300って決めたわけだから。だからあの箱の中で撮るっていうアイディアはね、 あれが一番予算を抑えられていいなと思ったんだよね。いやどこぞの当たるレベルの映画だよ本当に。もうプロが見たらプっていうレベル。これ動画つないだだけでしょみたいな。照明難しいっすね。でやっぱりその太陽光の話になりましたね。要はこの太陽光のフレアをどのタイミングで使うかとか、むしろそのなんつうのカメラワークの
だから動画の方がはるかに難しいっていう。実はそのプロのカメラマンさんっていうか、その人はあの動画のプロなんですよ。写真の方の人じゃなくて。そう。で、その人の作品とかを見せてもらいながらレベルが違う。ええー、みたいな。うん。いや、動くのやばいっすよね。うん、動くのやばいっすよね。動画はえぐいね。でもね、やっぱりね、動きなんだよね。やりたいこと全部動画なの。写真はね、やっぱテスト持ってる人に借りる、これが一番。ああ、まあそれ間違いないっすね。でも、なんだろうな、必要最低限なのは持っておきたいっすね。本当にもう大掛かりなクレーンとか借りちゃおうと思ってるんですけど、必要最低、まあカメラと照明だな。カメラ照明っすね。それだけは絶対。照明はメインの照明とかいじり倒さないと多分覚えらんないですね、僕が。だから覚えるように買います。いや多分普段も行きまくるんで、アルファさんといろんなところ。昼間の撮影グッと来ないんだよな。あーなんか暇だ、カメラ撮り行きて。どうしよっかな。瞳フォーカスの設定もやらないとな。あーレンタルは微妙っすね。え、今度どこ行くんすか。夜場所決まってるんすか。次のスポットはもうお目当ては決まってる感じですか。どこ行きます。DM に送っといた。ああ、あと、あの、そうなんですよ。ネット止まってるんで、今、できないですね。どこ行きます？次。え、ていうか俺動画にシャッタースピードの概念があるっていうのは一番今日びっくりしたかもしんないでしょ。ていうかバレーニョそうじゃないの。そうじゃなかったっていうことが今日の話なの。あの、なんだろう、要はさ、今まで自分はさ調節してパシャって撮ってそれをツイッターにアップしてたの。要は撮ったままだったの。だからそう、自分が作りたい絵をそのカメラとかその照明とかさ、そういうので何とかしようとしてたんだけど、そんなもんどうにでもなるって話だった。要は素材を色合いとか関係なくくっきりさえ撮れば、要はパッと見なんだこれって言われてるようなものでも、後からお化粧する感じの、後からお化粧、そういう感じ。ごめんなさい、あのソウさん、ここフォロワー限定放送です。だからすっぴんをいかにすっぴんらしく撮るかっていう。要は俺は今までそのなんつうんだろう、無理やりその化粧してたっていうか、カメラで。だから例えばあのトンネルとかも青くなってたのをそのまんまで撮ってきたら、もっといくらでもいかようにもできたの。だからもったいないことした。そのまんま撮ればよかった。それはね、もうアルファさんが言ってたんだけどね、実はよくわかんねえからっつって俺が勝手に我流でやってたんだけど、今日わかったんだよね。やっぱあれ体感主義者だから俺、理論ではわかってるんだけど、やっぱその体験しないとわかんないじゃん。体験して今日初めてわかったよ。アルファさん言ってたのこれだ。もううわ出かけてえな。今何時？え、のんちゃん、三鷹行かない？うん、
車出してくんね。いや、なんかモヤモヤするな今日。なんかね、配信がおろそかになってんのわかるんだけどね、早くね、撮りたいものが撮れるようになって映画に爆心していきたいんだよね。あ、で、のんちゃん今日聞いたんだけど、うん、あの CM とかを一般募集してるんだって、コンテストとかで、うん、だからそういうのに参加するのいいんじゃないですかみたいな、うん、なんか優勝を取るぞみたいな枠にもなるしみたいな、うん、なんかそのショートムービーじゃないけど CM を企業が募集して一般人から募るみたいな、うん、で優勝するとそのなんつうのまあねえテレビに使ってもらったりとか、あと個展とか開いてくれんだって。うん、イメージを後から変えられるっていうのはでかいっすよね、うん、なに、ゆうこさんと俺を仲良く、うん、いや、いいよ、別に。でも俺、友達募集で俺放送やってないからね、うん、のんちゃんと仲良くして、うん、はいはい。心霊スポット行かないのんちゃん今から。心霊スポット廃墟で撮りたいんだよね。どこにあるの分かんないけど、なんかねえかな。なんかこの辺で逆にいいスポットあったらいいんだけどな。え、もう一回草むら行かない？のんちゃん。またあそこ？そうなんだよ。あれ撮りたい映画撮れてないんだって。あれもう少しだったんだって。あ、廃墟は確かに昼の方がいいか。ごめん、ゆうこうぜえわ、ブロックだわ。うん。あのうぜえやつブロックだからマナー守れよ。カスがフォローしたらブロック入れられないと思うなよ、ゴミが。何が笑いだよ、気持ち悪い。てめえブロックだわ、うぜえな。何が仲良くしてくれ、誰だと思ってんだよ俺のこと。世界の和道だぞお前。マイケル・ジャクソンに向かって仲良くなろうとか言うかお前。バカにしてんだろお前。ジョン・レノンに仲良くなろうよ、友達になろうよって言うのかよてめえは、バカが。考えろ。腹立つわ。あ、蚊に刺されるんだよな。知り合いも写真やってるやついるんだけど、探求心半端ないからなんとなくだけど、いや、あのね、バレーニョね、バレーニョもオタクじゃん。絶対この世界ハマるよ。カメラ買ったら絶対ハマる。バレーニョはわかる。同じタイプだから俺と。もうね、狂ったようにね、あのていうかバレーニョはこっち来たらダメ、もう金が破産するよ。とんでもないね世界だよ本当に。カメラはもうね、なんかオタク心をくすぐる
要素が多すぎる。だからオタクがそのアニメ業界とか映画業界とかオタクじゃん、オタクの人たちが作り上げた文化っていうのがよくわかるの。要はテクニックも半端じゃなく無限にあるし、機材もオタク心、コレクター心くすぐるし、これはね、入ってはいけない世界だよ。もう金がいくらあっても足んない、本当に。で、多分5年後には新しいカメラとか出たりさ、新しい技術が出て追いかけないといけないのよ。絶対に。もう分かってるの。今 α7 買ったから、なんつうの、そこは満たされてるけど、もうどん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 ね、新しいものを新しいものって追っかけたら切りねえわ、これ。すごい。てかカメラはほんとね、いやーいいよ。いやーいいよって、どんだけ浅いんだよ。 YouTuber たちが一眼買うのもよく、てかね、 YouTuber たちはあんま考えたい。沼っすね、マジで。マジで沼っすね。ほんとにこれが沼なんだっていうのがよくわかる。で、あのね、作品に走る方はクリエイターなんだけど、あのみんなね、やっぱね、カメラの方の魅力とかに取りつかれていくんだよ、カメラ自体の。だからまだね、レンズがどうこうって言い始めてないけど、もうね、単焦点と広角とミクロだっけ、マクロだっけ、ミクロだっけ、もうマクロレンズもう欲しくて欲しくて。でも今はまあ標準レンズでどこまでできるのかでいいと思ってて、まだ使いこなしてないから、マクロか、うん、いや、あのね、いい写真撮れた時の感動はのんちゃん知ってるんだけど、ベッドの中でずっとニヤニヤしてて、もう嬉しくて寝れないの。これはね、多分ね、あのもう寝れないのよ、興奮してずっと見てるの。なんかもうニヤニヤしてるので、興奮してもう寝れないの。すごい、なんか世界だよ、いいものが撮れたっていう感動で。もう究極の自己満なんだけど、最高だね。でもね、やっぱね、あの今日そのプロの作品をチラッと見せてもらったんだけど、レベルが違くて萎えたね。やっぱね、現場バリバリですごい人はすごいんだよ。全く同じ機材で撮ったやつとか見せてもらったんだけど、なんかレベルが違うの。あんっていう、萎えるんだけどね、そこに行きたくなるんだよね。だからあれだよ、エグザイルのダンスを見た後に新ヤッチョのダンス見た感じに似てる。それ萎えるでしょ。なんか新ヤッチョくんかっこいい、ダンスうまいってなってたけど、エグザイル見たらあれみたいな。だ、それくらいちゃう。おー、渡辺さんありがとう。うん、お疲れ。いやいや、なんともうまい表現っていうか、みんな、あ、わかるわかるってなったでしょ、萎えるでしょ。あのさ、新八丁のダンスの動画ツイッターに上がってるけど、毎回ステージの最前列っていうところが俺結構好きなところで、あの普通さ、あの配信者って自己顕示欲強いからさ、お客さんが満席になってる一番引きの映像を絶対撮るはずなんだよ。だけど新八丁、お客さんいないのがバレないために2人しかいないの、毎回ライブハウスに。だから最前列から撮るっていう、それがすごい好き。その新八丁のステージしか映さねえよっていう。それこそ新八丁のミュージックビデオとか俺作りたいもんね。あの次の曲できたらなんか俺作ってやりたいもん。新八丁コラボフューチャリング和道監督。
ありがとう。アイテムありがとう。ドン・キムラの MV メイキングリメイク、ライブハウス客いないあるあるなんだ。いや、なんか取り行きてえな。なんかでもね、そのセルフポートレートの残念なところが、自分は取られたい人じゃん。でも取りたい人でもあるわけじゃん。それができないの。自分を自分でそのカメラをフォーカス見れないっていうところが本当に残念で、確認ができないから、そこはねすげえ辛いんだよね。ファインダー覗きたいんだよね。覗いて撮りたいよ、俺も。自分を。いわば最高の素材なわけじゃん、やっぱり。ほんと、ジュノンボーイというかさ、こう、絵になる男だから。いや、自分のアバター欲しいね、ほんとに。結構自撮りするもんね、アンコールもね。アンコールも結構自分大好きだからね。カオスを撮りたいかな。っていうか、カオスはいつ会ってくれるんだよ、本当に。もう何年経ってるよな。イケメンは罪ですよ、本当に。それが僕をアンチを生み出してしまう、本当に悲しい、悲しい悲しい定めですよね。別にね、こんなにかっこよく生まれたいわけではなかったのに。罪だわ。ねえ、のんちゃん。うん。うん。罪だよな。なんかねえかな。でもね、風景はもう大体分かったんだよ。もう風景はいいやってなってて、大体分かった。風景と人物のこう感じをうまくやっていかないと先がねえな。で、例えばさ、この前の青のトンネルを、まあローデータでそのまま人物置いてってやったら、ああならないわけよ。だからそれをね、やっぱね、解消するのはライトだと思ってるから、ライト欲しいな。青く出すためには黄色を焚くのか、黄色を焚いてやるのか。いや、人物面白いっつうか、風景楽っすね。要はもう風景は極めたんですよ、僕は。だ、取って出しであんだけいいの取れるわけだから、お台場も。今度は人物の色合いと風景とのバランス、要はそのまんま見た世界観を作りたいわけじゃないから、やっぱりライトでごまかすっつうか、ライトで加工しないといけないんですよね。人物と撮りたいっていうか、アルファさんの気持ち分かりましたね。あの、ワド君撮らせてよって言った意味が分かった。だんだん分かってきた。要はね、多分ね、その写真見る人の感覚って、実物を見たいわけじゃないんだよ、多分。抽象化された本当に綺麗っていう、その人が作った綺麗を見たいんだよね、多分。そのまんまを、そのまんまの綺麗さを見たいわけじゃなくて、それを誇張した綺麗さを見たいんだよね。
ライトはね、一発6万ぐらいだったの、ヨドバシカメラで。で、2発買わないといけないから12万だから、今日相談して、3万ぐらいで3本がアマゾンに売ってた。3万とか。でもまだ決めてない。もう本当に沼だから。もう本当に沼なの。もう正解がないっていうか。まあまあ、5万ぐらいあったら、まあ、アマゾンで何発か買えるかなみたいな。とにかく今照明が欲しくて欲しくて、照明が欲しいよ。誰かビル・ゲイツいねえかな。ワド君、照明買ってあげるよつって、これで照明買ってねつって。でも多分ね、照明手に入ったらみんながうなる作品は作れるね。もう明らかにあれこいつすごくねっていう作品は多分撮れる。もう頭の中にできてる。多分ね、そこでね、多分ね、カメラ、多分動画に行くタイミングなんだと思うんだよ。もうね、あ、写真は、あ、まあ、大体こんなもんだろうみたいな。だんだんもう少しなんだよね、もう少し。あとちょっとなんだよね。悔しい。いや、俺多分センス相当あるよ。だんだん分かってきた。あれって。俺マジでこれ、俺世界の和道なんじゃねえかって思ってきたもん。ただまだ原石。うん。チラッとダイヤモンドの、あれダイヤでかいぞみたいな。マジでね、多分ね、揃うもん揃ったらね、取るね、これ天下。スピルバーグに会うね、多分。スピルバーグが俺のこと呼ぶね、うん、ちょっと和道、日本の和道ちょっとコンタクト取ってくれって。スピルバーグ財団から手紙が来るよ、うん、リムジンがプリンセスガーデンの前に泊まって、通訳を挟んでちょっとスピルバーグが呼んでると、次のスターウォーズシリーズのちょっと監督やらないかみたいな話になると思う。勘、うん、いいっすね。天才なんでしょうね、多分。やっぱりね、小学生の頃にね、カメラねだっただけはあるな、うんうん、現場の照明多分強いやつだからいいやつだよ。現場の照明は普通に命に関わるやつだから結構高いやつだと思うよ。現場で高校と焚いてる照明は結構使えるやつだと思う。うん。いや、それが目的だもん。だからみんな投資してくれっつってんだもん。俺が和道を応援してて食わせてたのは俺だって絶対いつか言わせるからねって。もうニコ生の頃から言ってるよ。俺有名になってみんなを自慢させてやるよって。うん、関心があることだけは覚えられますね。関心がないこと全く覚えないですよ、うん、もう5秒後には忘れてますね。昔からっすね。関心がないことは一切ダメ。いやー、アルファさん今から行けません？忙しいっすか？でもね、レンズこれ 3.5? F 値が 3.5、 開放 F 値のマックスが1なんすかね。本当に開放されたそのレンズ使ってみたいっすね。 3.5 の開放ってどうなんだろう。いろいろ試したい。とにかくレンズを今日ちょっと無理か。わかりました。0.95 か。特殊なんですね。まあまあまあ、よっぽど暗いところで撮るレンズなんだろうな。1.4、1.8、まあ 1.8 よく聞きますね。 1.8 買おうかな。ああ、なんか撮りたい。
なんかいろんなもん撮りたいな。てか、なんだろう、人を撮りたいな、とにかく。ボケっすね。1.4 がマックス。あー、人撮りてえな。でもさ、写真集とかも本屋でだいぶ見てきたのよ。もうわけわかんないね。あのなんか白黒のさ、もうガッサガサのカメ、なんかガッサガサの画像とかで撮ってる人とかいて、あ、答えねえんだなと思って。別に綺麗に撮んなくてもいいんだみたいな。カメラマン狂ってるな。だんだんこのレンズが似合うようになってきたでしょ、うん、巨匠感が出るよね、このレンズ。ザラザラがダメとも言えないから難しいっすよね。最近これなくしたと思ってたからつけてなかったんだよ。もうほんと答えないっすね、答え。てかもうカメラオフ会とかやりたいもん。カメラ同好会とか、新宿カメラ同好会作ろうかな。カメラ好きが集まる会。ノイズある方が好きなんだ。これは嫌だな。ノイズ嫌いだね。シャキッと撮りたいね、シャキッと。いや、なんか月に1回集まる会とか欲しいっすよね、カメラ好きの企画をして。これ買ったけど全然つけてない。今思い出した、最近また見つけたんだよね。マーシーみたいだねマーシーじゃんこれ、マーシー。頭痛くなるんだよな。でもデコッパゲはごまかせるね。マーシーじゃん。デジタル向きだろうね、多分ね。まあ柔らかい映像あんま好きじゃないもん。丸っこいっていうか冷たい感じが好きだね。マーシーだね、うん、チェインギャングだね完全に、うん、どうしよっかな。あのどのマーシーってどのマーシーって薬物中毒のマーシーじゃないでしょ田代正史の方じゃない、あのブルーハーツのマーシー、どのマーシーって田代正史の方じゃねえよ。ミニにタコっつって、マーシーまたねアベマ TV とか出始めたよね。あいつは出したらダメだと思ってるよ、うん、俺ねもうマーシーは絶対やるから。なんか今なんだっけ、あのダルクかなんかで働いてんだよね。あ、まあ、田代正史の方だと思ったら違うよ。真島の方だよ、真島、うん、マーシーもカメラうまいんだ知らなかったんだけどマーシーカメラうまいんだ。あの人でも感性いいかな、うん、まあ、その感性は別に天然のものじゃなくて、あの薬物から来る感性でしょ隠し撮りだ、隠し撮りそういうことか。コードのギャグだったんだ、分かりづらいわ俺マーシーがあのホリエモンの番組出てカメラのリモコンでこうやってるやつあるじゃん、あのギャグ、これあれを未だにやっててちょっと面白かったんだよねチャンネル変えちゃおうっつって
ネットテレビだわって、うん、そう、いやマーシー会ってくれそうじゃん、ギャラ安そうだよね、なんか2万円ぐらい払ったらなんか2時間ぐらいなんかすげえ喋ってくれそうじゃん。ダルクに連絡してみようか。マーシーにギャラ払うからっつって、ちょっと YouTube 出てくれっつったらすぐ出てくれそうだよね。うん、仕事選ばないでしょ多分。マーシーはいい被写体になるだろうね。うん、いやもう懲りてねえかんな、何回捕まったマーシー、 3,4 回捕まってるよね。全く反省してねえかんな、薬物の怖さがわかるよね。あー出てましたね、なんか、はい、それではまた復活して露出増えてますね。でもね、露出が増えたタイミングは俺危ない時だと思ってるから。また売人が近づいてくんじゃねえかと思ってんだよね。いやマーシー面白いよな、高田純次とか撮ってみたいね、高田純次めちゃめちゃかっこいいかんな。うん、薬がなく、どうなんだろう、薬の力なのかなあの人。俺もうね、でもねマーシーとかチャゲ&アスカとかアスカに関してはもうなんか振り切って才能があるから、もう薬物やっててこの人たちいいんじゃねえかって思っちゃうなんかがあるんだよな。もうこんだけ才能あるし面白かったりいい歌作れるんだったらもう別に危害加えないんだったらいいんじゃねえのみたいな。なんかアスカとかも薬物やってなかったら多分いい歌作れないもんな、あんなの。うん、あれはなんか別に暴れたりとか人をぶっ飛ばしたり殺したりするわけじゃないし、まあ、盗撮はちょっとどうかと思うけど。カメラ撮り行きてえな、外を歩く？ちょっとプラプラ、でも荷物多いんだよな、なえるんだよな用意すんの。なんか外撮り行く？ワド散歩行く？ワド散歩。ちょっとじゃあ一回外配信行きましょう。一旦切ります。さあ出かけるか、三脚と何持っていけばいいのかな、ちょっとプラプラお外に出てカメラバサバサ撮ってくるか。新宿に廃墟ってないのかな。はい、こんばんは。入れないんだよね、まあ、新宿は入れないだろうな、廃墟あったとしてもね。そうだよな。